北朝鮮による拉致被害者の早期救出を訴える集会が11月28日、水戸市で開かれた。昭和52年11月に新潟市から北朝鮮工作員によって北朝鮮に連れ去られた横田めぐみさん、51、拉致当時、13、の両親らが参加。北朝鮮で祖国を思い、日本の国家である、君が代を歌っためぐみさんの様子が明かされた。拉致被害者らの再調査が始まってすでに1年が経過したが、被害者の帰国は未だ実現せず、家族は、ふるさと、を熱唱し、一日も早い被害者の脱感を、誓った。日本人なんだと自分に、言い聞かせるように、めぐみさんの北朝鮮での、生活の一端を明らかにしたのは、めぐみさんの母、さきえさん、79、平成22年に来日した大韓航空機爆破事件の、実行犯、キムヨンヒ、元、北朝鮮工作員から聞いた話として、紹介した。軽井沢でキムヨンヒさんに、お目にかかっていろいろお話を、聞かせていただきました。招待所というところにめぐみは置かれていたのですが、そこにキムヨンヒさんがスクヒさんというめぐみが、日本語を教えていた人と、尋ねていったことがあるそうです。スクヒというのは、めぐみさんが日本語や日本の、生活習慣について教えていた金宿姫、キムスッキ、という女性工作員。キムヨンヒ元工作員の、同僚の女性だった。キムヨンヒ元工作員の、証言によれば、二人がめぐみさんに会いに行ったのは、1984、昭和59年とされている。前、久しぶりに会うものですから、気まずくてみんなが黙りこくっているもので、何か歌を歌いましょう。ということになって、めぐみちゃんが歌を歌ってくれました。ということでした。その歌は何だったと思いますか？会場にさきえさんは問いかけるように、話し、めぐみは一生懸命に君が代、歌ったと聞きました。私は日本人なんだ。それを自分に言い聞かせるために君が代、一生懸命高い声で、歌ったのだと思います。と、続けた。こっそりと日本の歌を、口に、歌はめぐみさんと切り離せない存在として、知られている。小学校6年の時、卒業式の謝恩会で、シューマンの合唱曲、流浪の民、を、学年全員が歌った際には、歌が上手だっためぐみさんが、担任の勧めでソプラノを、独唱。その歌声はテープに収められ、家族が大切に持っている。北朝鮮に拉致されてからも、歌はめぐみさんの心を慰めていた。拉致された翌年の1978、昭和53年から一時期、一緒の招待所で暮らした曽我ひとみさん、56、は二人で他に、出かけた際、日本の歌をこっそりと歌っていたことを、明らかにしている。日本語を話したり、日本の歌を歌ったりしているのが、北朝鮮当局に見つかれば、怒られることは分かっていた。それでも二人は故郷を思いながら、日本の歌を歌っていたのだ。母の決意、必ず助けなければ、11月28日の、集会の最後には、さきえさんとめぐみさんの父、じさん、83、だくちあえこさん、60、の、兄で家族会代表の、飯塚茂雄さん、77、が、聴衆と共に、消化、ふるさと、を歌った。今も北朝鮮で囚われの、身となっている拉致被害者の、境遇に心を寄せ、脱感を誓う聴衆たち。拉致から38年が、過ぎても未だ帰国を果たせないめぐみさんを、想像し、涙が出たのだろう。さきえさんは歌いながら、時折、目を拭っていた。日本人なんだと自分に、言い聞かせるようにめぐみさんが君が代、歌っていたことを紹介した後、さきえさん箱を訴えた。拉致被害者、みんな、そのような思いで向こうで待っていると、思っているのです。必ず助けなければなりません。めぐみさんや他の被害者脱感に、込めた母の強い決意を聞き、会場には、未だに被害者を返そうとしない北朝鮮に、対する怒りが広がった。よろしければチャンネル登録を、お願いします。スマホの方は動画の下の、
チャンネル登録からお願いします。